サウサンプトン戦の三笘薫のプレイに対する視聴者の反応、スーパーアシストすぎる、何やレイロすぎ、守備から運び、そして完璧なアウトのパス、三笘さん、デブライネを彷彿とさせるアシスト、浅野じゃなくてよかった、アシストで決定機2回外したの消えたな。三笘さんスランプに陥る、守備までは良かったんだけど決めたいな、こいつ本当決定力ないよな、三笘それ決めれんか、決定力うんちやな、ここ最近の三笘しか見てないのバレバレだね、三笘 J の時から決定力あるイメージだけど最近取れてないね、最近フィニッシュ課題だけど本来決定力あるからな、まあ軽いスランプやろ、三笘派決定力ないというより一時的なスランプという表現の方が正しいわな、サッカーやってれば誰でも起こる現象よ、フィニッシュ以外は申し分ないから徐々に調子戻していけたらいいね、三笘コントロールシュート上手いけど、ファーガソンみたいなパワーシュートもやってほしいね。今日は守備に関しては相当良かったと思う。